いいな、リオちゃんはお化粧うまくて。え、そうかな。うん、ユミコ全然お化粧してなくて、子供っぽいのがコンプレックスなんだ。変に塗りたくるよりもこのままの方が可愛いって彼氏にも言われちゃって。だから、化粧映えする顔が羨ましい。まあ確かに、なんとなく、芋っぽいかもね。いや、ごめん。芋っぽいはちょっと本当に言葉が悪いんだけど、いい意味で、可愛らしいっていうか、言葉が見つからなかった。ごめん、マジで。メイク教えてあげよっか。あ、でも、ユミコ敏感肌でね、すっごい悩みなんだけど、みんなが使ってるみたいなその辺のコスメとか使うと、肌がポツポツってしちゃったりとかするの。リオちゃんは肌が強そうで羨ましいな。いや、私も敏感肌だけど、結構メイク研究したりとかして自分に合うもの探したよ。私さ、美容の研究になるとさ、こうなっちゃうとかあんじゃん。こだわり強いんだよね、すごく。それに美容のものは、綺麗でいてほしいからって、彼氏が出してくれるからさ。いいな。ユミコは彼氏にも素肌の方が綺麗だからしなくていいって言われちゃう。塗りたくった肌は作り物だからなんて言うの。ひどいよね。でも確かにユミコもすっぴんで歩いてる時の方が多くナンパされたりとかってするから、そういう考えの男の人の方が本当は多かったりするのかな。へえ、どうなんだろうね。童顔好き？童顔好きな人って自分に自信のない、中身のない人って聞いたことあるよ。無意識に自分よりもバカな女をそばに置きたがるんだってさ。あ、ユミコのことがバカとかじゃなくてね。一般的な話テレビで見たの。そうなの？でも彼氏慶応大卒だし、そんなことないと思うけど。学歴とかの頭の良さと地頭の良さって違うって言うじゃん。それじゃない？私の彼氏がすごい地頭いいタイプで、どこに行っても気に入られるんだけど、学生時代もインターンに行ってそこの先輩にすごい気に入られて、で、もう出来レース的な感じで就活成功して今その会社にいるのね。で、年収1000万くらい。世当たり上手っていうか、そういう人の方が意外と、結婚生活、結婚した後とかってうまくいったりとかってするっていう話をすごいよく聞く。ユミコの彼氏って何してる人だっけ？バンドマンのボーカルやりながらアルバイト頑張ってるよ。あ、そうなの？今年いくつ？ 27。 あー、なんか若い趣味だね。うん、でもバンドすごくかっこいいし、一昨日はね、すごく大きな箱でライブしたの。豊洲ピットっていうところなんだけど。豊洲？これが楽屋の写メ。はい。え、待って、彼氏ってこの人？紅の雫のレンじゃん。え、この人が彼氏なの？うん、そうだよ。時々リオちゃんツイッターでハッシュタグ付きで感想とかつぶやいてくれてるよね。よく見てるの、ありがとう。え、待って、なんで言ってくれなかったの？内緒にしてたわけじゃないの。迷ったんだけどね、彼氏が、ファンはお前と一緒にいるための生活費をくれる ATM だから、メンタルを保ってもらえるように大切にしようって言ったから。知らない方が幸せなことってあるでしょ。でも今日言えてよかった。ずっとモヤモヤしてたの。そうなんだ。まあ私は彼氏のお金で通ってるから恋愛感情とか一切ないし、無理してるとかもないし、まあ特別な感情とか彼女がいたからどうこうっていう話でもないんだけど、まあそういう風に大切って思ってくれてるんだったらすごいありがたいわ。ライブ全通してくれてるし、この間もランダムチェキ50枚買ってくれたよね。ずっとお礼言わなきゃって思ってたから今言うね、ありがとう。それよりさ、レンってすっごい女の噂あるけど大丈夫？え、そうなの？毎日お家帰ってきてるし大丈夫だとは思うけど。私よくバンドマンと飲むんだけど、すごいいろんな女連れてバーに出入りしてるって業界では有名だよ。なんか心配。それよりリオちゃんそんなに夜遊びしてるってことは、もしかして彼氏さんとあんまりうまくいってないの？そんなことないよ。まあ彼氏結構会社でもすごい頼られる位置にいるし、仕事充実してるから、もう私の方から自ら
距離を空けて仕事頑張ってもらおうって距離を取ってあげてる感じ。それに私男友達すごい多くて、バンドマンもそんな感じじゃないっていうか、男女イコール恋愛みたいな考えってぶっちゃけ古くない？確かにそうだね。ごめんごめん。ユミコは今の彼氏と付き合ってから一回も男の子と遊んでないの。すっごくやきもち焼きだから、そんなことしたら怒られちゃう。ユミコは可愛いから他の男に見せたくないって。仲いいね。私はそういうタイプじゃないけど、すごい羨ましいなって思う。私港区のタワマンで同棲してて、二人で住む部屋と私一人の部屋二つ借りてくれてるんだよね。でお互いにこう好きな方に帰るみたいな感じ。まあ基本的に私にこうどっちに行くかっていう選択肢が委ねられてるっていう感じだから、まあ私が会いたい時に会えるみたいな環境なんだけど、やっぱり自分一人の時間とか二人の程よい距離感って大事じゃない？すごいね。ユミコはずーっと二人でいないとなんか大切にされてないのかな、興味ないのかなって思っちゃって不安になっちゃう。だからずーっと一緒なの。リオちゃんがこの間来てたライブの時も楽屋で待ってて一緒に帰ったんだ。そうなんだ。仲良くて羨ましいな。でも私結構サバサバしてるからさ、そういうことするとすぐに飽きちゃいそうで怖いんだよね。ベタベタなカップルってすぐに別れちゃうみたいな話とかってあるじゃん。あ、ユミコんとこがそうとかじゃなくてね。あー、そういうのあるよね。うち家賃とか折半してるから、いきなりそうなったら困るかも。え、彼氏出してくれないの？そうなんだ。まあでも駆け出しバンドマンだから仕方ないのか。そうだね。でも練習の空き時間にアルバイト頑張ってくれてるし、ユミコも最近正社員になったから二人で頑張っていこうって話してるんだ。でもまあいろんな愛の形があるか。私たちは種類が違うっていうだけかもね。私は歴代の彼氏みんなお金持っててそこそこで、学生時代も付き合うの社会人ばっかりだったからお金に困ることもなかったし、で相手が私のことすごい好きみたいな感じだったから、まあ、そういう経験っていうのはないから、ちょっと苦しみが分かってあげられないなって思う。大変なんだろうなって思う。え、でもだからこそさ、彼氏に今見放されて困るのって私みたいなタイプかも。え、怖いんだけどマジで。え、怖ーい。そうなんだ。お互い頑張ろうね。そうだね。